アメリカを訪れている舛添知事は、ニューヨーク証券取引所を訪れ、経済の活性化に向けた取り組みを推し進めていく考えを示しました。ニューヨーク証券取引所は3000社近い企業が上場し、世界経済に大きな影響を及ぼしています。視察した舛添知事は、東京の経済的な地位を向上させて、都の税収が増えるようにしていきたいと話しました。そういういい循環を生みたいと思いますので、かけた費用だけの効果はきちんと上げたいと思っておりますし、それは都民国民にきちんと認識していただけると確信しております。また舛添知事はニューヨーク視察の最後にハイラインと呼ばれる公園を訪れました。ニューヨーク視察の最後に知事が訪れたのはハイラインと呼ばれる施設で、こちらのように古くなった線路がまだ残っています。ハイラインは廃線となった鉄道の高架線が公園に生まれ変わった場所です。土地の確保が難しい町の中心部にオープンスペースを作り出し、緑とにぎわいがある場所として人気が高まっています。市の担当者から説明を受けた舛添知事は、楽しむことができたと珍しい取り組みに関心を示していました。